名鉄3700系電車、名鉄3700系電車、名鉄3700系電車は、名古屋鉄道が1957年から、旧型車両の走行機器を流用して製造した電車である。本校では、同じ目的で製造された3730系電車、3770系電車、3780系電車についても記述する。 これらは前車が日本車両製造で製作された。搭載する制御装置にちなんで HL 車と呼ばれたグループの旧型電車をもとに更新された車両であることから、これらの3700番台更新車各系列も一般に HL 車と総称されている。1950年代当時の名鉄に多数在籍した木造車体の旧型、 HL 社の車体更新を目的に製造された。1957年に登場し、1959年まで計画的に増備されたほか、1963年にも電動車比率の変更とそれに伴う結番補充のために、増備3704回特有2702の3両、され、計41両が製造された。形式番号は、 終戦直後に在籍した私鉄向け63系の一つである3700系、初代が短期間で他社に譲渡され、欠番となっていた3700番台、2700番台が与えられた。以後車体更新、HL 社の形式名、車両番号には3700番台が当てられることになった。日本車両製造は1958年以降、地方私鉄向けに、 全金属製に扉標準車体を備えた新生電車や車体更新車を多数製造したが、名鉄3700系はその初期の例となった。深めの張り上げ屋根と幅1000ミリメートルの2番窓を備えたおとなしいデザインの電車である。扉、窓配置は D2D6D2 となっている。車体長は同時期の高性能車5000系などに比較して1メートル。 短い17メートル搭載機器も、軽装のため自長は MC 車30トン、TC 車21トンと軽かった。搭乗時はロングシートで1960年代後半に扉間を転換クロスシート化している。また、5000系などと異なり固定連結側の貫通路は、強幅で片開き扉付きである。蛍光灯照明の近代化された内装で、客室、 乗務員室とも暖房完備となり、それまで視線区の主力であった木造車に比較すれば、格段に居住性は改善された。流用された、主電動機が出力 75kW と低出力のため、電動車一両の出力は 300kW、約 400PS に過ぎなかった。そのため、軽量車体だが、性能面では旧式のまま、吊り掛け駆動を、HL 制御、 関節非自動制御弱め開示なしで、電動車、不随車比、MT 比1、1の通常編成では、満員乗車における、最高速度は平坦線で、時速 85km 程度しか出ず、AL 車、主電動機出力 110kW、加速度時速 1.6km、S、性能上の最高速度時速 110km 以上、には及ばない。本線の急行運転における、 緩い下り勾配に限って、時速 100km まで加速することができた。当初は全車を、電動車として低出力をカバーしようと計画され、最初の2編成4両、もう3701対も3702も3703も3704は、全電動車、MM 編成であった。しかし、コスト増や、車体更新のペースアップ、効率を優先する理由から、 1958年以降は、片方が制御車92700系の MT 編成として、全電動車編成は計画倒れに終わっている。また、主社から流用した開業初期の輸入品を含む雑多な台車は、1978年以降、時空気がローラーベアリング化された DE-16。 7300系の台車交換に伴い他の AL 車から振り替えや D-18、AL 車の直接配に伴う発生品に振り替えられている。なお、初期編成の4両はしばらく MM 編成のまま運用していたが、MT 編成が主流となると徐々に異端扱いを受けるようになり、1963年にはも3704の伝送解除、9703へ、 開盤を行い、結盤を埋めるため2代目のも3704区2704が製造された。同時に製造された区2702は、当初、試験的にも3701も3702へ、増結して3両編成を組んでいたが、もう3702も1966年に、伝送解除、区2701へ開番されたため、 1> 国千7 0 0には3730系グループのも3749、当時の最新造備車と編成を組み、も3700には、欠番のままとされた。また、最後に増備された3704回区2700には、幸運転台に、仕様変更している。なお、3700系は元々旧愛もともと旧アイデンも1070、型や旧三河鉄道も1080型などの木造。 HL 社のトータを目的としたが、3719回から3721回は、電装解除下も3200系、9300型へ改版の電動機を使用したため、書類上は更新車ではなく新造車扱いとなっている。更新開始当初は、1 5 0 0 v ト線区の中でも、雑多な木造車が多数派を占め、運用、旅客サービスの両面で問題になっていた。 三河線に投入され、利用者の公表を得た。一部、3706階から09階11階の重量、5編成は1973年に、当時600ボルト線区であった、瀬戸線に600ボルト仕様に、改造の上転属したが、1978年の、同線1500ボルト昇圧に際し、元の1500ボルト仕様に戻され、本線系に復帰し、 その後後日のモス3716以外の車両は1991年までに全車廃車された。セット線から戻った車両は、同線在籍時に取り付けられた保護棒の跡が残り判別する子ができた。この間1974年にはラッシュ時対策として扉間に16脚あったクロスシートのうち扉横の4脚が撤去されている。 1987年にはも3716、区37 2716編成のうちの片割れである区2716が廃車取り、残ったも3716の電装を解除、区3716として蓄光線の増結に使用された。サービス電源用にパンタグラフは撤去されていない。3 7 0 0系で最後まで残ったのはこの区3716で、 1996年まで運用され続けた。また、1969年以降1973年まで、8編成16両が高松琴平電気鉄道に譲渡され、1020型として運用されたが、京浜急行電鉄からの譲渡車の増備により、2004年10月までに全車廃車されている。なお、 3700系という形式を持つ電車は、名鉄では本グループが2代目となる。この3700系、2代グループが、名鉄から撤退したわずか1年後の1997年には、空き番号を重当した3700系、3代が、新造投入されている。新岐阜、現、名鉄岐阜がたく2700系も3700系、豊橋方。 最初に落成した2編成4両は、両方の車両がも3700系だった。両車の仕様は同一のため、合わせて記す。HL 車では、最多両数を占めたグループで、両車合わせて77両、2749は、欠番が在籍した。1964年に、3700系から車体を、仕様変更の上増備されたのが3730。 形である。出力、性能や、車体の基本寸法は3700系と大差ないに、扉車であるが、高運転台や 1400mm 幅の、両開き扉を採用したことが、大きな特徴である。車体仕様変更は、当時の名鉄における通勤輸送への対応策とみて、良い。側面の扉、窓配置は、D2D4D2 で、の飛ぶクロブには、窓がない。この改造で、 旧愛知電気鉄道電7型等の初期の反抗性車両が第一線を退いた。制御電源については、本系列から大型の東芝 CLG-107 電動発電機を制御車に搭載し、当初から HB 制御相当の仕様で投入された。なお、もう3 7 4 9枠2 7 0 2 3700系と編成を組んでいた。 この国1700には3704回と共に3700系の中でも最後に製造され、扉こそ片開きだが、高運転台やアルミサッシ窓を採用し、3730系への過渡的車両である。そのため、国1730系のうち2749は欠番である。その後、1966年以降の造備車12両は、 車体の仕様に変更はないものの、全席転換クロスシート装備に移行し、新しく3770系を名乗るようになった。もっとも1969年以降、3730系も一部が、オールクロスシートに改装され、扉間の座席数は3730系12客、後8客、3770系10客。取り付けピッチは共に9 0 0、mm、トル。 さらに1984年からはオールロングシートへサイドの改造が行われたため実質的に差はなくなった。区2762で転換リクライニングシートのテストを行ったこともあるが使用のみで終わっている。また一部のクロス車は扉横に3780系と同様の一人掛け固定クロスシートを設置した時期もあった。なお、新生児は 扉付近の車両中心部にスタンションポールがあったが、数年で全車撤去された。1978年の瀬戸線昇圧の際は3770系2両が移籍した。側窓は3700系も含めて2段上昇式で、全開も可能であったが、本系列の瀬戸線転属車は下段の上昇幅を抑制した。その後、 3770系全車と3730系の一部が瀬戸線に転属している。瀬戸線では1990年までに全車引退、本線系でも1996年に全車が廃車となった。やはり車両限界、屋根高さの関係などから最後まで冷房化改造は行われなかった。代わりに百七十八年頃から他の非冷房形式ともども扇風機が また本系列の瀬戸線転属車に限り6600系と同様の舗装風機、ラインデリアが追設された。1981年暮れ豊橋鉄道厚見線に譲渡された2両3755回、同車1750系は1981年12月5日から試運転、82年1月1日から営業運転を開始し、 1990年に冷房化されて1997年の1500ボルト昇圧まで運用された。同社では初の転換クロス車となったほか、冷房化の際に低運転台化され、3700系に似た全面になっている。1996年の廃車時には、最後まで残った2編成のうちロングシートの3751階が名鉄主催で、床名へ、 クロスシートの三千七百五十七回が、ファンユー志主催で内海へと同日に二本の作用なら、列車が運転され、最後をかざ。なお、本系列に機器を供出した一部の旧愛知電機、鉄道電七型は制御車、区三百二十型と形式を改め、瀬戸線に転属。その後、瀬戸線昇圧に際し、区2 3 2 3二三二六の二両が、 イビセン系等に転属し、1997年まで現役で運用された。車体更新車である3730系が前年に全廃となったのに対し、種車であるデン7型の車体は老朽化しながら、更新車よりも1年程度ではあるが長命を保つという珍しい現象が起きていた。 3730系新岐阜家宅2730系も3730系豊橋方3770系新岐阜家宅2770系も3770系豊橋方。1966年下起に登場。3700系グループの最終像美車で、外観、内装とも大幅な設計変更が加えられた。最大の特徴は、 HL 社としては初めて冷房装置を搭載したことで当時製造中のパノラマカーやキハ8000系と同様の東芝プー -1504 分散式冷房装置が1両につき6機、搭載されている座席配置も1人掛けと2人掛けの転換クロスシートを地取りに配置するといった後にも510型も520系の改造時やも600系等でも採用された特徴ある 座席配置を採用した。登場当時は主に四線区への直通特急、後の高速などに用いられ、四線区の冷房加率工場に貢献した。その後、1978年の瀬戸線の河川電圧 1500V 小圧の際に二重両全車が転属し、同線で場所、唯一の冷房車であったことから、主に急行運用で用いられた。 同様に転属した3770系、3730系は1990年に全廃となったが、本形式は HL 社唯一の冷房車でもあったことから、最後までに1996年5月まで運用された。新岐阜家宅2780系も3780系という端方。台車や電装品などの主要機器の教室元になったのは、主に、 愛知電気鉄道とその冒険会社であった千田鉄道、それに三河鉄道の車両である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。